新築の案内。私の祖父は持ち家を持っていたのですが、市の政策で住居が取り壊しとなり、土地は買い上げになったのだそうです。その際、退去の代わりにまとまったお金を受け取ることができて、さらに新築の市営団地に移転する権利までもらえたそうです。祖父はすでに亡くなっているのですが、様々な事情から祖父の名義を私が引き継いで、そこに入居することになりました。ところが、祖父が引っ越したのは35年ほど前の話。もうかなりの築年数が経った古い市営の団地です。それでも居場所があるだけいいかなと思って過ごしていたところに、新築したばかりの市営団地への移転のお誘いが来ました。ちなみにですが、私からは特に移転の申し込みなどはしていません。冷静に考えれば、古いとは言っても築35年ちょいですから、築40年以上の市営団地でもまだまだ現役なんていうところもありますよね。私は古い市営団地から新築に移転ということで興奮して冷静さを欠いてしまって、不自然な点を見落としていたような気がします。職員の方から一応は抽選だから外れることもありますよとは伝えられていました。こちらとしてはいいことしかない話ですから、そのくらいは仕方がありません。結果として私は落選をして新築に住むことはできませんでした。まあ運がなかったかなと特に気にもしませんでしたが、それから2ヶ月後、また新築市営団地への抽選の案内が来たのです。新築に住めるという考えが一度インプットされてしまった私はすぐに応募しましたが、やはり落選。逃した魚は大きく見えるという心理があるように、いつしか私は新築に移転することを夢見るようになっていました。するとほどなくして3回目の案内が。しかも何回か落選となっているので、今回は私が優先的に当選になるって言われたんですよ。よくよく考えれば、元から私を指定した場所へ移転させるための戦略だったのではとも取れます。ただの考えすぎといえばそれまでですけど。入居前に軽く内見させてもらったんですが、さすがは新築です。設備は雲泥の差でした。多少は市営団地っぽい安い作りだなと感じる部分もありましたが、これで家賃が1万円台と考えると驚くほどのクオリティです。さらに浴槽、風呂釜、トイレなどは自分で設置しなければならなかったのですが、全部ついてきます。しかも最新版。収納スペースもたくさんあって、今持っているタンスは全部必要がないっていうくらいの規模です。実際タンスや収納箱などは引っ越しの時に大半を捨てました。最上階の10階で角部屋なども最高でした。見晴らしは最高。最上階の角部屋なので隣人への迷惑もさほど考慮しなくていい。リビングは12畳もあります。デメリットとしては、夏場は最上階なので猛暑だし、移動はエレベーター必須。あとは月1回地域の大掃除と住民との関係を再構築くらい。どう考えてもメリットの方が大きいので、即入居を決断しました。こうして引っ越しをしたわけですが、3日経過した頃、違和感を覚えました。なぜか夜中になると、天井がギシギシときしむのです。私は最上階なのに
なぜ天井がきしむのでしょうか。日中は全くきしまず、深夜の2時から4時ぐらい限定で鳴り響きます。それからさらに数日経過すると、今度は階段を移動する音が始まりました。私の部屋は角部屋なので、すぐ隣に部屋がない代わりに外階段があります。一応エレベーター付きとはいえ、階段を使う人がいるのはわかります。でも、真夜中にですよ。普通は時間も考えて、静かに階段を移動すると思うのですが、まるでわざと音を出しているかのような、かけている感じなんです。しかも長い時間階段を使っていて。ここでやっと、もしかしたら、やばい物件に入居したんじゃないかと気がつきました。市職員の方は、事情があって出て行ったので、部屋が空いたなんて言っていました。ところがここは新築。つまり入居したという人は、入って間もなく出て行ったということになります。おかしな話です。当然ながら、職員に事情を聞いても、プライバシーの問題があるので、と何も教えてはくれません。そんな時、月一回の大掃除が行われました。基本的に住人は、一世帯から一人は参加しないといけません。参加しないと、罰金の支払いだけではなく、他の住民から白い目で見られます。人間関係がかなり重要なので、こういったイベントは欠かせません。それに今回は、直接住人から情報がお伺いできるんじゃないかなって思っていたんです。大掃除中は大した会話ができませんでしたが、交流そのものはできました。一応掃除が終わってから会長さんのところに手土産を持って挨拶に行くと話を聞けたんです。どうやら私の部屋に最初に入居したご家族が転落事故を起こしたそうです。入居していた家族のまだ小さいお子さんがベランダから転落。それを自分のせいだと思い詰めた奥さんまで、後を追うように転落事故を起こしてしまい、残された旦那さんは退去。その後すぐ入居した人がいたそうなのですが、大掃除に参加する前にはもう退去していたので顔もわからない。そして、三人目である私が入ってきたというわけです。おそらく私の前に入居していた人も同じ目に遭っていたのだろうと推測はできました。ですが原因が分かったと言ってどうしようもありません。役所の職員に移転、もしくは前まで住んでいたところに戻れないかと申し出ましたが、当然断られます。もう引っ越しの手続きは済んでいますし、退去自体は可能でも、他の市営団地への引っ越しは受け付けてはいただけません。それからの生活は恐怖の連続でした。何も知らない頃は、天井がなんだかきしんでいるな、程度にしか思いませんでしたが、今は寒気も伴うようになりました。私が気がついているということを多分向こうもわかっているんでしょう。部屋の隅っこに人の気配もします。決定的だったのはリビングの窓から見えたシルエットでした。リビングの向こう側はベランダになっており、見晴らしはすごくいいんです。ただ夜中ですし、カーテンをしてあります。何気なく気になって見ていると、子供ぐらいの大きさのシルエットが浮かんで、飛び降りるような感じで、そのシルエットは消えました。それ以上の体験はありませんでしたが、私にとっては十分すぎるほどの恐怖でした。どうにかなってしまいそうだと思った私は、
やむなく退出を決意したんですよね。幸い前回の引っ越しで不要品の処分がほぼ終わっていたので、サクッと引っ越すことができました。住居って家賃よりも安心して住めることが一番、そう感じました。女の子の出る部屋。これは私が学生時代に一人暮らしをしていたアパートで起こった体験談です。当時私は20歳の大学生で、親からの仕送りとアルバイトの稼ぎで生活しており、ゆとりはありませんでした。下の弟は私立の高校に進学したために、一般サラリーマン家庭の我が家では仕送りをするのも辛かったと思います。少しでも親の負担を減らそうと思った私は、格安のマンションを見つけて引っ越しました。その部屋はオートロックでエレベーター付き、しかも3部屋もある物件でしたが、なぜか格安だったんです。とにかく安いところを探していた私にとっては、何も疑問に思わず、ラッキーと思って契約しました。荷物が少なかったので、大学の友人で車を持っている A と、仲がいい B、C とで引っ越しをしました。よく晴れた日の日曜日を選んで引っ越しを開始し、午後2時にはすべて終わることができました。私は手伝ってくれた A と B と C に、せめてものお礼と引っ越しの祝いを兼ねて、そのまま新居で簡単なパーティーをすることにしました。パーティーとは言っても、ピザを取ったり、近所のスーパーで惣菜とビールを買ってきて飲む感じ。もちろん A は車で来ているので、全員泊まっていくことになっていました。一番最初に、おかしなことを言い出したのは C でした。トイレに行った C が突然、叫び声を上げました。何事かと思い駆けつけると、トイレに入り鏡を見たら、女の子が笑いながら見ていたというのです。私たちは鏡を覗きましたが、女の子の姿など当然ありません。その時は C の飲みすぎということで話は終わりました。昼から飲んでいたんで、夜はすっかりぐだぐだな状態になってしまいました。眠気も襲ってきて、A がシャワーを浴びたいと言い出したので、順番に浴びて寝ることにして、なんとか睡魔と戦いながらも、全員がシャワーを浴び終わって雑魚寝をしていました。その時、女の子の笑い声が聞こえてきました。隣の部屋から、確かにはっきりと聞こえてくるんです。そして今度は、笑い声だけではなく、バタバタと走り回る音も聞こえ始めました。時間はもう深夜。何か違和感を感じた私たちは、全員起きていました。隣って、誰か住んでるの？いや、誰もいないはずなんだけど。入居前の話では、隣には誰もいないと聞かされていました。皆、青ざめた顔をしていました。ですが、本当は家族が住んでいて、不動産屋さんが勘違いをしていたんだろうと話がまとまって、一応確認してみることにしました。ベランダに行き、恐る恐る隣の部屋を覗き込みます。部屋の中はカーテンもなく真っ暗で、人が住んでいる気配はありませんでした。しかし、そこには長髪で、年は4歳くらいの女の子が、
笑顔で立っていたのです。女の子は俺たちがベランダから覗いていることに気がつくと、窓に走り寄ってこう言いました。お兄ちゃんたち、遊ぼう。これはやばい、と怖くなった私たちは、マンションから急いで出て、24時間空いているファミレスに行って、朝を迎えました。翌日マンションに帰宅してみると、女の子はいませんでした。気味悪がっていた友人たちには、急いで帰宅してもらいました。一人残った私は、とりあえずざっと荷物の整理をして、管理人室へ挨拶に行きました。そこでそれとなく管理人さんから、私の前に入居していた人の話を聞き出すと、情報が得られました。どうやら、前は若いご夫婦が、4歳くらいの女の子と暮らしていたそうです。とても可愛い、髪の長い女の子だったそうです。ところがある日、突然姿を見かけなくなり、ご夫婦も何も告げずに引っ越しをされたそうです。それからというもの、私の部屋では不可解な現象が起こるので借り手がつかず、格安物件となり、市場に出ていたところを私が借りたとのことでした。私は管理人さんに昨晩出た女の子の話をしました。以前入居された何人かの方も同じことを話されていたようで、毎晩悩まされた挙句、転居していかれたそうです。私は怖くなりましたが、他に行くところもないので戻って寝ることにしました。夜になるとまた女の子が出てきました。同じように、お兄ちゃん遊ぼうって言うんです。しかし、不思議と怖さを感じませんでした。もともと私は子供と遊ぶのは好きだったので、1時間ほど遊んであげました。すると女の子は、ありがとうとお礼を言って、窓から寂しそうに、マンションの中庭の木を指さすのです。どうしたの？と聞くと、見つけて、お願い、と言って消えてしまいました。翌朝、この話を管理人さんにすると、半信半疑ながらも木を調べてみることになりました。ですが、これといった変化はなかったので、根元を掘ってみると、人の骨のようなものが出てきたので、警察に連絡しました。骨は小さな女の子のもので、犯人はその両親でした。殺害の詳しい動機などは聞いていません。ただ、それ以来女の子の幽霊は出てこなくなりました。きっと見つけて欲しかったのだと思うと、今でも心が痛くなる出来事です。管理人、私の実家の話です。知ってる人に聞かれるとバレてしまうかもしれないけど、うちの家族は全員見えないものですから、お祓いをしても成仏されているのかどうかがわからなくて。もしもお近くで霊が見える方がいたら、この話を聞いた上で私の実家を見に来ていただけたらなって思うんですけど、匿名では無理ですよね。私の実家は2階までがテナントで、上が住居型のビルです。私の親が雇われの管理人をしています。私が小学生ぐらいの頃、このビルで、奥さんに失踪された男性が子供を残して自殺してしまったことがありました。朝方にお子さんたちが、お父さんが自殺をしましたと
知らせに来たそうです。自殺自体は夜間に行っているようなので、お子さんたちはその一部始終を見るか聞くかしていて、朝方まで耐えていたようでした。母は腰を抜かしてしまったので、父が見に行って、真っ青になって戻ってくると、110番したということを周囲が慌ただしくなった頃、起き出してきた私は知りました。余談ですけど、警察の人からは、まず救急車を呼んでくれと叱られたと、親が話していたことが印象に残っています。その後、一応は形だけでもと、その部屋を神主さんを呼んでお祓いをしてもらって、次の入居者を入れることになりました。ですがそれ以来、次々と怖い話を聞くようになったんです。私自身の体験としては、子供の頃のことで記憶が少し曖昧なんですけど、学校から帰ってきてエレベーターに乗ろうとすると、なぜか自殺があった階に止まっていることが多い。子供ながらに怖かったので、その階に止まっている時はエレベーターには乗りませんでした。また、自宅の階を押していたはずだと思うんですけど、なぜか素通りをして、その階にまで行ってしまうことも。まあ、うっかり押してしまったんだろうくらいで、気に留めないようにしているうちに、本当に気にしないまま、成長しました。私が社会人になった頃、友達が職をなくして困っていたんで、親に話して仕事を紹介してもらいました。仕事自体は事務処理と電話番のような仕事で、特に問題はなかったんですけど、問題はその職場。あの自殺があった部屋だったんです。その会社は、小規模で現場作業が多いので、事務所といっても、1K 程度の間取りしか必要とはしておらず、一日事務所に詰めるのも、事務員一人でこと足りるという会社でした。あの問題の部屋、2DK は、一部屋を事務所にして、残りの部屋を 1DK として貸し出しをしていましたので、友達が働くのは、あの問題の部屋の一部ということになります。聞いても気持ちのいい話ではないだろうからと、特に事情を話さずに仕事を紹介したところ、順調に話が進んで採用が決まりました。一月もした頃、友達に仕事慣れた？と尋ねたところ、様子がおかしいんですよ。どうしたのかと聞いたところ、あの事務所が怖いと。部屋のとある角に植木を置くと、与える水にも過不足はないし、日当たりも悪くないはずなのに、必ず枯れてしまう。その角の天井に、中年のおじさんの顔が浮かんでいて、じっと見ていることがある。そう言うんですよ。霊感があるとは聞いていたけど、それまでは口頭無形な話が多かったので、あまり信じてはいなかったんですね。だからゾッとしました。それからすぐ友人は退職をしてしまって、事務所も転居し、私とは関連がなくなったので、その部屋のことは最近まですっかり忘れていました。7月のことです。夜間に親から電話があって、怖い話を聞いたと。親の話では、8月に転居が決まっている女性2人で同居していた方が、挨拶に見えられて、こんなことを言い出したと。管理人さん、あの階で何かあったんですか？どうしてですか？別に何もありませんけど。信じてもらえないかもしれませんけど、私たち少し見えるんです。私たちの部屋って3階でしょ？
夜に仕事から戻って3回を押すのに、違う階まで行ってしまうことが頻繁にあったんです。この間その階でエレベーターの戸が開いたとき、顔ははっきりしないけど、中年の男性がドアの前に立っていたことがあるんです。怖くて、閉じるボタンを押しても扉が閉じなくて、何度かやっと閉じて3階に降りて、部屋に戻って扉に鍵をかけたら、ドアベルが鳴ったんです。もちろん怖くてそのまま無視をしていたら、ドアノブをガチャガチャされて、という話でした。さらに、不幽霊とかではないようなんです。あの階にずっといるみたい。管理人さん、あの階、お払いをした方がいいですよ。と、別に何もないですよ、を繰り返す親にそう言い残して去っていったそうです。管理人という立場上、何があったとは言えなかったけど、怖くなったから私に電話をしたようでした。だって、あの自殺から、優に20年以上経ってるんです。結構都心部で、入居者の入れ替わりも激しいので、自殺のことを知っている人なんか、うちの家族以外にはいないんですよ。ましてや、性別とか年齢とか。普段から、心霊やオカルトを全く信じておらず、怖がることなど皆無だった父親が、珍しく怖がっていて、私まで怖くなりました。なお、親にその部屋って今どうなってるの?と尋ねると、中学校の独身の教員が一人で住んでいるということでした。とりあえず、もう一度きちんとお払いをしてもらえるか、ビルの所有者に頼んでみようか、そういう話に落ち着いて、通話は終わりました。そして現在ですが、その教員は失踪中です。9月ぐらいに、その教員の学校から、夏休みも終わったのに、出校してこない。連絡もないのだが、在宅しているかどうかを確認してほしい、と親に連絡があったそうです。見に行ってみると、電気はついている様子でしたが、人がいる気配はない。勝手に入るわけにもいかないので、保証人となっているその方の兄弟に連絡をしたところ、慌てて兄弟の方が見えられて一緒に入ることに。親の印象では、その兄弟の人、とうとうやったかっていう感じで、なんだか予想されていたようだったということでした。部屋は電気がつきっぱなしで、すごく散らかっていたそうです。お風呂には数センチ程度、よどんだ水が溜まっていて、流しもほこりが溜まっており、水回りはここしばらく使われてはいないように見えたと言っていました。結局部屋にはおらず、その方も、戻ってきたら連絡をください。私も時々様子を見に来ます。と言って帰られたそうですが、うちの親はさすがに怖くて、昼間以外は見に行くことはできなかったようです。後日談ですが、その失踪した教員は現在も見つかってはいません。親がその兄弟から聞いたところ、失踪の原因は担当しているクラスの非行少年が手に負えず、悩んだ末に、うつ状態になったようだということです。どれも聞きかじりで、実際に見たわけではないし、失踪自体も例のせいではないのかもしれないですが、やはりお払いはした方がいいですよね。けど失踪中とはいえ、居住者がいるし、なんで今頃?見えないし、感じることもできないので、どうにもこうにも。
部屋にいた。怖い夢を見るということは、誰しも経験のあることだと思いますが、あの夏の夜の出来事は、今でも不思議に感じます。その当時私は、東京のアパートで一人暮らしをしていました。今考えても、何だったのかわからない体験です。寝ている私は、遠くで聞こえる音に目を覚ましました。最初は猫の鳴き声かと思っていましたが、よく聞くと、それは赤ちゃんの鳴き声なんです。近所の小さなお子さんが夜泣きでもしているのかなと、深くは考えずに私はまた眠りにつこうとしました。しかしその声は、だんだんと近づいてきているような気がするのです。当時私が住んでいたアパートは、壁も薄く、中の音も外の音もよく漏れてくるので、この段階で私は少しも霊の存在を疑ってはいませんでした。言い換えるならば、ちっとも怖いとは思わなかったんです。寝返りを打ち、時計に目をやると、深夜の2時を回ったところ、あと4時間は寝れるな、と、のんきにあくびをしたとき、赤ちゃんの声が明らかに大きく響きました。さすがに何事だろうと思って、ベッドから上半身を起こしました。するとありえないことに、部屋の真ん中に赤ちゃんがいるんです。生後間もない子供が入るカゴのようなものに入って、ワンワンと泣いているではありませんか。夢なのか？いや、私は完全に起きている。瞬時にそう確信しました。でもなぜ私の部屋に赤ちゃんがいるんだ？部屋の鍵は間違いなく閉めてあるし、誰かが置いたのか？事件か？この段階でも、私は怖さを感じるわけでもなく、ただ驚いているばかりでした。どうしよう、どうしようと、私はベッドの上から赤ちゃんを眺め、この意味不明な状況を必死で理解しようとしました。その時です。視界の隅で捉えた部屋の隅に、髪の長い女性が立っていることに気がつきました。その女性はじっと泣き続ける赤ちゃんを見つめていました。年齢は30歳くらいでしょうか。異常なほどに瞬きを繰り返しながら、ただ泣く赤ちゃんを見て佇んでいるんです。ここまで来て、ようやく私の背筋は凍りつきました。霊感なんかちっともなかった私でしたが、この状況の異常さは、そう考えるしかありません。まずい、とんでもないものを見ているぞ。心臓は叫んばかりにドキドキしていましたが、不思議と頭は冷静でした。まずは部屋を出よう。そう決めました。赤ちゃんはさっきに増して大きな声で泣き叫んでいます。すると、ベッドから降りようとしたその時、その女が一歩、また一歩と赤ちゃんの方に歩いて行ったんです。私は見守ることしかできませんでした。赤ちゃんの近くまで進んだ女は、そのまま抱きしめるわけでもなく、赤ちゃんをまたじっと見ています。そして次の瞬間、女が私の方に向いて移動してきました。一歩、また一歩と、私の方に進んでくるんです。私はその後気を失ったようで、気がついてみたら朝になっていました。
やはり夢だったのかなと思いつつ、顔を洗おうとベッドから降りてみると、部屋の真ん中に長い髪がまとまって落ちていました。この後もその部屋には長い間住み続けましたが、その女性と赤ちゃんを見たのはこれが最初で最後です。ハイヒールの足音。これは私が一人暮らしをしていた学生時代のことです。何部屋かが学生寮として使われていた古いアパートに私は住んでいました。私は1階の部屋、同じ学科の友人も2階に住んでいました。部屋はフローリング6畳1間というよくある一人暮らし用の間取りでした。アパートのドアはすべて緑色だったのが印象に残っています。ですが唯一、友人が住むその部屋だけがリフォームをしたばかりであり、フローリングではなく畳の和室になっていました。最初友人は新しいその部屋にとても喜んで住んでいました。私も特に気にすることはなく、その友人の部屋に出入りして遊んでいました。しかし、いつ頃からだったでしょうか。明るくリーダーシップのあった快活な友人はあまり笑わなくなり、無口気味で暗い表情を浮かべることが多くなっていったのです。そしてしきりに寮の部屋に戻るのを嫌がるようになりました。私は不思議に思って友人に問いかけました。どうして家に帰りたくないのかと。すると友人は不思議な夢の話をし始めました。ある夜、眠りにつくと夢を見たそうです。どこか森のようなところを歩いており、行く先に扉があります。何気なくその扉を開けると別の空間につながっており、夢はそこで終わったそうです。どことなく変な違和感がありましたが、何でもない夢だったのであまり気にはしていませんでした。ところがそれから毎夜同じように扉を開く夢を見るようになり、初めは知らない場所でしたが、次第に自分の見知っている景色になっていたそうです。幼い頃に遊んだ公園、そして幼稚園、小学校と、だんだん自分とゆかりのある場所に通じていて、最近ではこの寮の部屋に近づいているとのことでした。夢を見るたびに、このままではまずい、寮の最後の扉を開けてはならないという焦燥感と嫌悪感に苛まれるというのです。また、寮の部屋に近づいてきたら、起きていても部屋に違和感を感じるようになったらしいです。具体的にどんな違和感を感じるのかと聞いたところ、自分のものではない香水の匂いがするというのです。そして知らない長い髪の毛がよく部屋に落ちているといいます。髪の長い女性を部屋に入れた記憶は当然ありません。私は友人に、疲れているのかもしれないから実家に帰ってみたらどうかと提案しました。ちょうどその日から夏休みで、帰省にはもってこいだったため、友人は私の案を受け入れ、気分転換に帰省していきました。私はアルバイトがあったために夏休みも寮に留まりました。そしてその夏休みに卒業生の先輩と飲む機会があったのですが、そこで思いがけない話を聞きました。そういえば、あの寮の部屋はまだあるのか？
唐突な質問に何のことかわからずに聞き返すと、どうやら私が住んでいる寮の友人がいる部屋のことを言っているようです。そこには友人が住んでいますよと私が話すと、先輩は罰が悪そうになって忘れてくれと言いました。私はなんだか胸騒ぎがして、先輩にその部屋について問いただしました。すると過去にその部屋で亡くなった方がいたという噂があるというのです。詳しい死因や自殺なのか病死なのかはわかりません。思いもよらない話に私は寒気を覚えました。友人の異変と何かつながりがあるのだろうかと思いましたが、どうすることもできません。それから数日が経った夜でした。その日は大変蒸し暑かった記憶があります。そのアパートは珍しくペット OK な物件で、とは言っても飼っていたのは私だけでしたが、いつもはおとなしい愛犬がしきりに外に向かって吠え始めたのです。時間は23時を少し過ぎた頃でした。なんだなんだと不思議に思っていると、電灯が2回バチバチと点滅しました。私は急に怖くなって携帯電話を手に取り画面を開こうとすると、今度は携帯電話の電源が落ちたんです。やばいものを感じた私は愛犬を引き寄せて布団をかぶり、もう寝てしまおうと目を閉じました。コツコツコツ、どこからか甲高い音が聞こえてきました。何の音だろうと耳を澄ますと、どうやらハイヒールの音のようです。しかも私の部屋の玄関前にその足音の主はいるようで、コツコツと行ったり来たりしています。玄関前にいつの間にか女の人、今までハイヒールの足音なんて一つもしなかったのに。私は油汗をにじませながら恐怖に耐えていました。一瞬ベランダから外に逃げ出そうかという考えが頭をよぎりましたが、愛犬がしきりに嫌がるのでそのままやり過ごしました。気がつくと朝になっていました。私は戻ってきた友人に先輩から聞いた話を伝え、部屋を変えた方がいいと言いました。ですがそれから数ヶ月もしないうちにその友人は学校を中退してしまいました。私の部屋の出来事と友人の異変、先輩から聞いた噂、それらに関係があるのか私にはわかりません。コツコツと響き渡っていたハイヒールの足音が今でも耳に残って離れません。天井の足音。これは実際に私が体験した話です。私の家は10階建てマンションの9階にあります。ちょうど真上の家にはお金持ち風な老夫婦が住んでいて、すれ違うと挨拶をする程度の仲でした。その老夫婦の娘さんらしい若い女性が、夫婦のお孫さんであろう幼稚園くらいの男の子を連れて訪ねてきているのをよく見かけました。老夫婦の奥様とエレベーターで乗り合わせるたびに、小さい子がよく遊びに来るから足音がうるさかったらごめんなさいねと上品に微笑んで頭を下げられていました。確かに奥様のおっしゃる通り、
夜になると天井からパタパタという子供の足音が聞こえることがよくありました。ですが、当時は私の弟も幼かったため、こういったことはお互い様だと思って気にはしていませんでした。そのお孫さんの足音がするようになってから5年ほど経ちました。相変わらずお孫さんは頻繁にやってくるようで、パタパタという足音にも随分と慣れた頃でした。その日は遅くまで自分の部屋で大学の課題をしていて、ふと気がつくと夜中の3時頃でした。さすがにもう切り上げて、続きは明日やろうとパソコンを閉じたその時です。天井からパタパタという足音が聞こえました。その時、私は気がついてしまったんです。慣れてしまっていて気づきませんでしたが、足音がする日は曜日がバラバラでしたが、必ず夕方から夜遅くにかけてまでなんです。初めて会った時の年齢から考えて、お孫さんは現在小学校低学年でしょう。小学生が平日に祖父母の家にこんなにも頻繁に泊まりに来るでしょうか。そして低学年の子供が深夜の3時まで起きて歩き回るでしょうか。スーッと背筋が寒くなりました。何か家庭の事情があるんだ。あまり詮索するのは良くない。そう自分に言い聞かせて、私は眠りにつきました。次の日は大学が午後からだったんで、午前中は昨夜のことは忘れて課題の続きをすることにしました。しかしなんとなく足音がしたことを思うと、自分の部屋でじっとしているのは何か嫌だったんで、パソコンをリビングに移動させることにしました。パソコンを取りに自分の部屋に入ると、天井から小さくパタパタと音がします。気にしない気にしないと言い聞かせて、パソコンを持ってリビングに向かいました。自分の部屋から出ると足音も遠ざかっていって、安心してリビングに腰掛けたその時です。ダン、と、私の真上のリビングの天井から強い足音が響きました。思わずヒッと上ずった声が漏れて背筋がこわばりました。さっきまで足音は私の部屋の上で聞こえていたのに、どうして？私の真上から、しかも今までとは違って自己主張するような大きな音。いや、これは偶然だろう。半ば無理やりそう言い聞かせた私は、締め切りに追われていたこともあり、課題に集中することにしました。何事もなく30分ほど過ぎた頃でしょうか。ピンポーンと家のチャイムが鳴りました。お恥ずかしながら、その時の私はパジャマのまま、もちろん化粧もしていません。そんな状態で人前には出たくない。申し訳ないけれど、居留守を使おう。そう思っていると、もう一度ピンポンとチャイムが鳴りました。しつこいなぁと少しイラッとしたんですけど、もしかしたら重要な用事かもしれません。私のマンションは1階がオートロックのため、家のチャイムを直接鳴らせるのは同じマンションの住人だけなんです。隣人や同じマンションに住む友人かもしれない。そう思った私は、覗き穴を確認しに玄関に向かいました。
しかし、覗き穴の向こうには誰もいませんでした。二度目のチャイムが鳴ってから少し時間が経っていましたし、間に合わなかったんだなという気持ちで、覗き穴から目を離したその瞬間、ピンポーン、チャイムが鳴りました。チャイムのほんの直前まで誰もいなかったはずなのに、背中の産毛がゾワゾワと総気立つのを感じた私は、急いで着替えて、身だしなみもそこそこに、パソコンと筆記用具だけをカバンに詰め込んで大学に向かいました。あのまま家に一人でいるのはどうしても耐えられなかったんです。後日家族にも確認をしましたが、子供の足音は親や弟も聞いてはいるものの、その他には変わったことはないようでした。そして、自分の部屋でこの文章を書いている今も、天井からはパタパタという子供の足音が聞こえ続けています。初めての一人暮らし。これは私が初めての一人暮らしをした時のお話です。一人暮らしは初めての経験で、期待と不安の両方の気持ちがありました。家賃は安めで、駅からは近くて、築年数も新しめの場所がいいなって思っていました。しかし当然ながら、この条件に合う場所はなかなか見つからず、何か一つでも条件を諦めれば見つかるという不動産屋のアドバイスで、築年齢10年のところを選ぶことになりました。きっと古くてボロいイメージなんだろうなと思いながら、内見に行くと、意外と綺麗な作りだったのでびっくりしました。部屋の中はジメッとしていて、長い間人が住んでいないような印象がありました。日当たりも良く、収納もあり、お風呂は追い炊き機能がついていたので、これは掘り出し物だと勘違いした私は、他の人に取られてしまうという焦りもあって、即決してしまったんです。引っ越しをして新生活が始まりました。昼間は太陽が入って明るく気持ちがいいのですが、やはり夜になると一人は寂しく少し怖い気持ちにもなりました。まあ初めての一人暮らしだし、そのうちこの生活にも慣れるだろう、そう思っていたんですが、気持ちは日が過ぎても落ち着かず、あまり眠りにつくことができないため、毎日お酒を飲んで気を紛らわせていました。気がつくといつの間にか眠っていたのですが、どこからか聞こえる物音で目が覚めました。何の音かな。体を動かして部屋を見ようとしたものの、全く動きません。金縛りです。金縛りは以前もなったことがあったので、焦らず、動く目だけを頼りに、あたりの様子を伺います。どうやら物音はお風呂から聞こえているようで、シャワーからポタポタと水が垂れているような音がします。当然ながら、寝る前は蛇口をしっかりと閉めていたはずです。いつから水が出ていたのかはわかりませんが、とにかく、金縛りをほどこうともがきました。すると異変が起きました。水の垂れる音がお風呂場から近づいてくるのです。何かの気配も感じ、恐怖でパニック状態になった私は目をつぶって、助けて助けてと何度も頭の中で繰り返し叫びました。ですが容赦なく
音と気配は私に近づき、恐る恐る薄目を開けてみると、黒い塊が動いているのを目にしてしまいました。気がつくと朝になっていました。部屋が明るくなって、体も動くことに安堵した私は、昨日の出来事が夢だったのか現実だったのかわからず、お風呂場を確認しに行きました。シャワーの水は止まっていました。そもそも蛇口は全く緩んでもいません。しかし足元を見ると、水たまりができていたのです。そして水のシミが、足跡のように点々と、私のベッドの横まで続いていました。次の日、一人ではいられないと感じた私は、友人を呼んで泊まってもらおうと思いました。その友人は、いわゆる霊感のあるタイプです。ところが友人は、部屋に来るなり、この部屋は何か変な感じがすると言って、泊まるのを拒否されてしまいました。友人には、私が体験したことは何も伝えていません。これはまずいということで、私は友人の家に泊まらせてもらうことになりました。後日不動産屋さんで状況を説明すると、実は事故物件だったと聞かされました。本当は入居する前に、その説明をしなくてはいけないのが決まりらしいのですが、案内をしてくれた人がまだ新人で、そのことを知らなかったようです。私はそのまま部屋を解約して、引っ越したばかりで転居することとなりました。事故の内容は怖くて聞くことはできませんでした。でも、お風呂場で何かあったんだろうと思っています。今もあの部屋が存在しているのかは、私は知りません。部屋の音。私は大学生の時、一人暮らしをしていたんですけど、家賃などの生活費は自分で稼がなくてはいけなかったため、できるだけ安いアパートを借りていました。部屋は、月3万円の 1DK のアパート。私が住んでいた地域の平均相場が6万円くらいなので、とても安いアパートでした。安くてお得だと思って選んだんですけど、引っ越しが終わった初日から異変を感じていました。部屋にいると胸騒ぎというか、心がざわざわするような、何とも言えないような気持ちになるんです。夜になると、なぜだか涙が止まらなくなります。ですが、理由は全く心当たりがなく、夜中ずっと涙が出ます。花粉症かな?と思って、さほど気にもせず、新生活に追われる日々が続きました。しばらく住んでいると、あることに気がつきました。毎晩、夜中の12時くらいになると、音が聞こえてくるんです。それは蚊が飛んでいるようにも、換気扇や冷蔵庫のノイズのようにも、女性がすすり泣くような声のようにも聞こえます。最初は、隣の部屋に女性が住んでいて、泣いているのかなって思っていたんですけど、毎日同じ時間に泣くなんてことは考えにくい。音はどうやら自分の部屋から聞こえるようなのですが、どれだけ調べても発生源は特定ができません。もしかしてこの部屋?とは思いつつも、そんなはずはないと思って生活を続けます。しかし今度は、私の体に異変が起こります。私は滅多に泣くことはないのですが、
ほんの些細なことで泣いてしまったり、不意に悲しくなってしまったりするんです。気分も塞ぎ込みがちで、ひょっとして鬱になりかけているのかもと不安になりました。そこで気分を一新するため、私は引っ越しをすることにしました。引っ越し当日、隣に住んでいる人とたまたま玄関の外で会いました。するとその隣人は、やっぱり出て行くんですねって言うんです。私は、やっぱりという言葉が引っかかって、どういうことですかと尋ねてみると、その隣人の方から、この部屋は昔、女性が孤独死をした部屋、そう言われました。5年くらい前のことだそうです。亡くなられたのは、まだ20代の女性だったそうですが、誰も肉親がおらず、結婚もしておらず、ずっと一人だったそうです。ある日、部屋から出てこないなと思って、大家さんが訪ねてみると、一人で亡くなっていたそうです。おそらくは自殺などではなく、突然死だということでした。部屋はまた貸しに出されましたが、それから変な噂が流れたそうです。夜中になると、女性の泣く声が聞こえる。女性の気配がする。誰かがその部屋に引っ越してくると、長くても1ヶ月としないうちに出て行ってしまう。いつしかこのアパートの中では、呪いの部屋と言われていたそうです。引っ越しをしてからは、私の心身も元に戻り、普通の生活を送ることができました。今では地元に戻って社会人をしていますが、まだあの部屋はあるのかな、と、ふと気になります。